第3章、日々。知らないベルの音だ。まどろみの中でそう思った。目覚まし？でも私はまだ眠いのだ。っていうか、まだ寝よう。目をつむったまま、布団の脇に置いたはずのスマホを手で探る。あれ？私はさらに手を伸ばす。もううるさいな、このアラーム。どこに置いたっけ？いた。ドシンと背中が思い切り床にぶつかる。どうやらベッドから落ちてしまったらしい。いてててって、え？ベッド？ようやく目を開けて、私は上半身を起こした。あれ？全然知らない部屋に私はいる。私、昨日どこかに泊まったっけ？どこ？とつぶやいた途端、喉の妙な重さに気づく。反射的に手をやる。固く尖った喉に指が触れる。と再び漏らした声がやけに低い。視線を体に落としてみる。ない。見覚えのない T シャツはお腹までストンとまっすぐに落ちていて、ない。おっぱいがない。そしてやけに見通しの良い下半身のその真ん中に何かがある。おっぱい不在の違和感を覆すくらいの強烈な存在感をそれは放っている。これ何？そろりそろりと私はその部分に手を伸ばしてみる。全身の皮膚と血液がその一点にぎゅーっと引っ張られている。これってもしかして部位的に。手が触れる。危うく気を失いそうに私はなる。